確かに。すごいですね。昼間スパゲッティが美味しかった、美味しかったというか出してくれたレストランでタンドリーチキンです。あとポテトが美味しいってそのスペイン人の人が言ってましたから、あのセットじゃないのね、なんかシジラみたいな感じですかね。タンドリーチキンというよりはグリルドチキンみたいな感じですかね。グリルドカレー風味チキンって言えばいいんじゃないでしょうか。玉ねぎ、コールスローみたいなね。とすごい湯気、フライドポテトです。ちょっと熱そうだね。あ、そうですね。9時、10時近いんです。熱々、熱々だね。まずスペインの人が超おすすめしていたポテト、分かった分かった。あのちゃんとしてるってことですね。手作りのロッテリア、マクドナルドよりはロッテリアに近いです皮付きのね、特にマサラージとかではなくて、だからインド料理ではないですけどね、ちょっとね、すごい熱いと思うんで手では食べれないので、で本当だったらなんとかチャパティとかと食べればいいかもしれないですけど、ですはうるさいですね。まあ字幕入れておきます。熱いんじゃないかな。これはなんか手羽みたいなあたりのですかね。ハーフです。これでハーフです。十分です。フルって言っちゃうともっと大きくなるので、やはりハーフで十分だと思いますね。ちょっと食べてみますね。でもですね、とても美味しいです。今日はあの今ね、ツーリスト少ないんですけど、そのスペイン人の人も今日夜チキン食べるって言ってたから。じゃあ今日頼めば比較的新しいものがあるのかなと思って、で今日ちょっと頼んでみました。まあこれで200ルピーですから、220ルピーかな、良心的なんでやるってますね。僕もめったにタンドリーチキンは頼まないんですけど、だね、個人的にはタンドリーチキンの方がおすすめです。これって1人前なの、食べちゃっていいの。一応付け合わせとして出てきたんで食べてみて、これなんだこれ、玉ねぎですね、マヨネーズと玉ねぎです。美味しいです。さあ味どうでした。美味しいです、久しぶりに美味しいです。これどうやって作ってるの？グリ、なんかオーブンで作ってる。そうですね。オーブンはファイアで作ってますね。ファイアですね。へえ。いや、びっくりした。こんな風に出てくると思う。知らない。食べたことない？いや、あんまりレストランでは食べない。ブルガオにはあのマーケットで串で刺してるところ。それはあるんですけど、レストランはあんまり元々行かないので。だからそれやっぱマーケットとはまた違って、さすが美味しいですね。ありがとうございます。美味しいですよ。美味しいです。あのタンドリーチキンはやっぱね、この周りのその漬け込みだれっていうか、この辺ね、手で食べてますけど、そこのね、やっぱ漬け込み具合が美味しいんでね、僕はあの日本で、まあ、そんなにいっぱい行ってないですけど、日本でこのタンドリーチキン美味しいなっていうチキンには会ったことはないです。あのインドでどんなお店であってもここは美味しいですけど、外の屋台系とか、あのなんだろう、 INA とかね、 INA あたりでもやってると思うんですけど、あの外でやっている屋台系のタンドリーチキンでも日本で食べるよりはずっと美味しいので、日本で食べたことがあってもやっぱりインドでね、あのいろんなところで食べるのはいいんじゃないでしょうか。
漬け込みのタレが違うのと、鶏肉もですね、あの基本的にはあの本当にフレッシュな、強化遅くとも昨日さばいたばっかりのフレッシュな鶏肉を使うんですよ。だから美味しい。あ、そうそう、ちなみにですね、カリムスっていう美味しいレストランがオールドバザール、オールドデリーにありますけど、あの基本的にはですね、インドでお肉系の料理はムスリム地区で食べると美味しいです。バラナシにもムスリム地区ありますけど、バラナシでチキンを食べるならムスリム地区のチキンが美味しいです。デリーで言ったらあのジャママスジット方面ですね、あの辺りのカリムスも確かそっちの方だと思うんですけど、ジャママスジットとかともよくないフマユンとか、あの辺の方面のお肉屋さんがやっぱ美味しいです。あのとにかく血抜きをするんですよね、ムスリムの人って。そうした方がやっぱ美味しいです。ほぼ食べ終わりました。ハーフプレートで、ハーフプレートでね、一皿乗ってますし、でこれで締めて、ポテトが90ルピーだったから、でタンドリーチキンが220だと300ルピーちょっとですから、日本円で500円、ワンコインですね。十分です。あの。ポテトをじゃなければなんとかチャパティを1個追加で、あのプレーンでいいと思いますね。あのガーリックなんだと、あ若い方はいいけど、僕ぐらいの、40オーバーの人はプレーンの、本当バターとかじゃなくてプレーンのなんとかで十分だと思います。もうこれでバターチキンとか、バターなんとかガーリックナンやるともうがっつりすぎて、あの若くないので食べれませんので、プレーンナン、もうちょっとチャパティの方が、ね、食べやすいと思いますよ、柔らかいから、ということで、ちょっと鶏肉料理はね、食べ終わりがちょっと映っちゃってあれなんですが、ちょっと他にお客さんがいるのでいつも声のと下げてますけど、美味しくいただきました、僕も取ることなと思ってなかったんですが、ちょっと不意に小旅行来たのでタンドリーチキンでした。